皆さんこんこにちは佐佐藤藤大輔です佐藤のラジオ第回よろしくお願い、しますはい今回は明治安田生命 J1 リーグ第10節名古屋グランパス対ジュピロ岩田の一戦について感想を話していきたいと思います。試合は4月28日19時ヤマハスタジアムで行われました。はいでまずグランパススターティングイレブンですがゴールキーパーランゲラックス選手ディフェンダー右から中谷選手、藤井選手、丸山選手。 ウィングバック右に森下選手、左に相馬選手、アンカーにレオシルバ選手、インサイドハーフは稲垣選手と阿部選手、ツートップにマテウス選手と柿谷選手が入る11名となりました。で、今日は阿部選手と柿谷選手がスタメンということで、まあ、ここにマテウス選手も加わってということになろうかと思いますけれども、まあ、両選手の、ね、攻撃面での活躍というところに期待したいなと思っておりました。 はい、で軽く試合を振り返っていきたいんですが、まあ、前半1対0でしたね、あの立ち上がりハイプレスが効果的でいい位置でボール奪うことができて攻撃につなげられていたんですが、まあ、ここでねあの本来であれば1点取ってほしいなという状況でした、それぐらいジュビロうまくグランパスの,あのプレスに対応できてなかったので、まあ、こういった時に。 取っておきたかったというところ、まああのー、逆にジュピロのロングボールからピンチを招くようなシーンもあったんですが、まあ、なんとかゼロに抑えて、で、前半43分ですね、マテウス選手のゴールで先制、このゴールは非常に綺麗だったと思います。レオシルバー選手のスルーパスに森下選手がいい反応をして、まあ、最後、マテウス選手、しっかり中にいてくれたというところがやっぱり大きいですね、で、中にいたマテウス選手が、まあ、しっかりと流し込んで、ゴールと、まあ、非常に綺麗なゴールだったと。 思いますでまあ前半のうちに本当に流れを考えると点取れて良かったというところですねな得点シーン以外にもその、まあ、前線からのプレスだけではなくてジュビロの守備をうまくかいくぐって特に右サイドですね森下選手が何度も抜け出してっていうようなシーンはあったので、まあ、できれば、うん、追加点。 あの取ってほしかったなというところですけれどもね、まあ、最低限1対0であの前半終えられたので、まあ、後半もね同じように、あのー、しっかり積極的に追加点を狙っていってほしいなというふうに思っておりました。はい、で後半なんですが、まあ、後半開始点で選手交代はなしとで同じメンバーで臨んだんですが。 途端にジュビロペースになっていくと、まあ、ジュビロを人選手入れ替えてというところはあったと思うんですけれども、まあ、それにしてもというところですねかなり押し込まれてしまってもう相馬選手なんか終始、あの最終ラインに吸収、まあ、相手選手が張っていたということもあるんでしょうかというところですね。 あのほとんど攻撃に出るようなシーンはなく、まあ、ランゲラック選手のビッグセーブなんかもあってなんとかしのいではいるという状況でしたねで後半16分安倍選手アウト、先頭選手イン、まあ、この辺りは、ね、ベンチワークでなんとか盛り返していきたいというようなところだったと思いますさらに後半33分レオシルバ選手アウト吉田豊選手イン柿谷選手アウト金崎選手イン。まあ、これであ、あのー 吉田選手が右のウイングバックに入り、森下選手がインサイドハーフ、稲垣選手がアンカーというような形になったと。で、まあ、金崎選手なんかも入れて、なんとか前線で起点を作りたいというところだったと思いますが、後半39分、小泣きから失点をしてしまいます。さらに後半40分、立て続けに失点を重ねると。で、後半41分、相馬選手アウト、千代子選手イン、森下選手アウト、内田選手 インで最後はチアゴ選手を最前線に上げてパワープレイのような形で反撃を試みたんですが、まあ、効果的な攻撃はできず後半0対2トータルスコア1対2終試合終了逆転負けということになってしまいました、はい、でこの試合の感想なんですが、まあ、試合直後に話しているということもあってなかなか冷静に。 言葉を、あのー、出していくのが難しいような、あのー、内容ですね、あのー。ちょっと思いのままにひどいことを言ってしまうよそうな、それくらいのショッキングな、あのー、試合だったと思います。何て言うんでしょうその、チームの成長がまるで見られないような試合といでも言えるでしょうかで、まあ。今日の前半の内容から言うと、1、まあ、得点はやっぱり最低限。 いいうようよな状況だったと思います前半はやっぱりかなりジュピログランパスに対応ができておらずあのー、なんて言ううでしょうビルドアップのところであのー、グランパスのハイプレスが効いたりあのグランパスのあのー、攻撃に対して守備がね対応できておらずというシーンが散見されたのでもっともっと積極的にゴールを狙いに行ってほしかったですし余裕がある分 なんか、あのー、そこまでゴールにしっかり、あのー、意欲的にっていうようなプレーが、まあ、選手はやっているんでしょうけれどもちょっと外から見てる限りでは見られなかったかなというようなところはありました、まあ、ただ、とはいえ前半では1点取れてはいたのでやっぱり、競技に関して言うとよりひどいのは、まあ、後半もうそれに尽きるかなと。 いう,ふうに思いますでまあ後半ジュピロはね得点を取るべく、あのー、最終ラインの選手を下げてあの攻撃的な選手を入れてというところで、まあ、リスクを取ってあの選手交代をしてきたと、まあ、明確に攻めるぞというようなメッセージを入れてきたでこれに対してグランパスはまああのー、前半とメンバー変わってはいないにもかかわらずもう全く攻められなくなったと言いますか全面的に ジュビロの攻撃を受けてしまうもう何て言うんでしょう腰が引けたというんでしょうかねまでこれ今に始まった状況ではなくてというよりもむしろ昨シーズンだったりその前からあのずっと見てきたような光景だというふうに思いますでこれがまた今シーズンもこういう状況になってしまうのかとあの非常にいい形でゴール奪えたのに後半突然ああいう形になってしまうのかというのは本当に大きな落胆 を覚えると同時に本当にこの問題は深刻なのかなぁと思わざるを得ない状況だったと思います。でなんというんでしょう昨シーズンまでであればもう1点取ったら極端なし守るぞっていう指示があの出てい,いたのかなというような要はチームの狙いとしてそういうことをやっていたっていうところはあったと思います。なのでそれはそれでチームの狙いだったのであのいいんだと思います。あの それが結果が出る出ないはあるんでしょうがそうやってそういうサッカーをするんだとあの1点取ってリードを守りきるんだそれ後半45分でももう試合を殺してしまって勝ち切るんだというふうな狙いであればいいと思うんですけれどもおそらく長谷川監督はそんな指示は出していない後半開始からもうこの1点守りきるぞなんていうようよな指示を出してはいない。 はずです、まああのー、試合後のインタビューなんか聞いてもそういう素振りは見えませんし、まあ、これまでの、ね、長谷川監督の、あのー、発言なんかを聞いても1点取って守りきるっていうようなサッカーを目指しているとはとても思えないのでそうではないと。それにもかかわらず後半開始直後からもうずっと引いてもう、あのー、全く。 なんて言ううでしょうハーフェイラインすらなかなか越えられないもうクリアするのが精一杯っていうような状況になってしまうのはもうちょっと外から見ていると正直理解ができないレベルですねなぜあんなことになってしまうのかと前半あれだけいいあの攻撃前から行くサッカーができていたじゃないのかっていうまあ当然何て言うんでしょうあのスタミナ的な問題もあろうかとは思いますけれどもにしても極端すぎるとまあ 前半ね、まあ、圧倒とまでは言わないにしても、しっかりと、ね、主導権を握っていいサッカーできていた相手に対して、なぜあそこまで腰が引けてしまうのかっていうところですね、あのまあ、攻める、まあ、気がないというか、攻めるような状況に全くなっていないようなサッカーになっていました。で、まあ、1失点目はセットプレー、コーナーキックからでした。で、セットプレー、コーナーキックに関して言うと、前半も、あのー、 オフサイドでねゴール取り消しになったシーンもありましたけれどもやっぱりセットプレーの指示は不安定だなとは思いましたけれどもまあ、それはそれで大きな1つ問題なんですけれどもやっぱりあのー、そんな状況にもかかわらずあそこまで引いたらコーナーキック何本も与えるよねというようなあの状況でそれ以外にもセットプレーから危ないシーンランゲラク選手のビッグセーブで防ぐとしのぐというようなシーンもありましたしやっぱり 何て言うんでしょうあ。なるべくしてなった逆転劇というような風にしか見えない。あのー、で、何て言うんでしょう。で、まあ、これ別に誰が悪いっていうような問題ではないというよりは、全員悪いとあの。グランパスに関わる全員が悪いっていうような話なのかなと。まあ、あのー、後半。 あそこまでね、押し込まれるような状況を作ってしまったピッチ上の選手ももちろん問題だったと思いますし、まあ、そういうことがピッチで起きているにもかかわらず、なかなかそれを打開できなかった、あのー、ベンチワーク、監督、スタッフっていうところもそうですし、途中交代で入った選手も状況を変えられなかったというところも問題だというところですね。でやっぱりハーフラ、あのー ハーフタイムの指示だったりチームの意向としてはもう後半もしっかり戦おうと得点を取りに戦おうとあの後半の戦いに臨んだはずなんです臨んだはずなのに実際起きていることがああ,ああいう状況っていうのは本当に問題まあそういう意味で言うと昨シーズンよりも問題かもしれないですね昨シーズンまではそらく狙ってああいうことをやっていたと思うのであとはそれが面白いか面白くないかっていうような問題に尽きていたような気がするのでで まあ、それはその見る側の評価の問題なので別にいいとは思うんですけれども、まあ、今のグランパスに関しては決して狙っていないのに押し込まれているっていうのは本当に、まあ、繰り返しですけれども大問題だといいう,うに思いますで、まあ、結局ね2失点して逆転された後に慌てるように攻め始めたんですが、まああのー、効果的な攻めは出せずと、まあ、これも何度も見た光景のような気はしますし。 なぜ失点しなければ攻撃に移れないのかとなぜそういうマインドになってしまうのかっていうところですねやっぱりその後半開始直後から押し込まれてるときにあのピッチ上でねチームを鼓舞していったり、あのー、プレーでチームを落ち着かせたりっていうことのできる選手がいないこともそうですし。 ベンチからそのベンチワークで状況を変えるその指示もそうですし選手交代もそうですし交代によって出てきた選手もそうですしあの状況を変えていくことができなかった選手、スタッフベンチ入りメンバーもやっぱり問題だというところだと思います。でまあやっぱり狙って1対0で勝つっていうのはやっぱり難しいんだと思います。ああのー 結果的に1対0で勝つということはあるでしょうし、まあ、状況によってはね後半も30分40分で先制点奪ったらそこから守るということは十分あると思うんですけれども前半1対0で帰ってきて後半45分守りきりましょうっていうのはやっぱり現実的ではないというふうに思いますでこれに関してはもう何度も苦い思いをしてきているような気はしますしその今シーズンはそ,そこから変わろうというはず。 だったはず追加点を取りに行くんだ2点目を取りに行くサッカーをするんだっていうことをやっているはずなんだと思いますそのなんて言うんでしょうでその結果取りに行ってカウンターで食らっちゃって失点してしまったならまだいいように思います、あ、それでも逆転負けしてたら受け入れられないって言ってこうやって文句言ってるかもしれないですけれどもそれにしてもやっぱりちょっとその今日は内容も結果もあまりにも ううん、良くないなといいいとに思ってしまいます。で、昨シーズンまでやっぱりチームはその昨シーズンの戦い方で一定の成績で近年の中から見るとやっぱり突出したいい結果を出たで、タイトルも取れたということである種成功体験だったと思います。で今シーズンはそれをもう捨てようと一度全て捨てて新たな変化を 目目指指ししてていいいここううととろをるのでやっぱり選手としては非常に難しいあの今までうまくいっていたのになんでそれを変えなければいけないんだろうっていう思いは当然あるでかつ現状なかなかねあの結果が出てない中でやっぱり昨シーズンの方が良かったんじゃないのっていうような迷いも出るのかもしれないですけれどもやっぱりあのそこはまあフロントも含めてですよねそういう決断をした 以上は同じ方向を向いて少なくともそういったチャレンジはしてほしいなというふうに思います。でまああのー、そういう選択をまあ現時点まだ10試合目なのでまあただね、あのー、言い方難しいですけれどもあのリーグタイトル取りに行くという,いう状況で10試合戦って2勝しかできていないっていうことからするともうリーグタイトルどころか。 極端な話も残留争いみたいな話も考え頭をよぎる状況でやっぱりうーんまあ最終結果出てないのでなかなかっていうところはあるんですけどこれを選択したのはフロントなのでやっぱりフロントにも当然現状の責任はあるんだと思いますまあただ誰が悪い誰が悪いって言っていったところであのー なんて言ううでしょう今の結果が変わっていくわけでも内容が変わっていくわけでもないので、まあ、そ,そこを私はあんまり言うのは好きではないので、まあ、とにかく、あのー、グランパスがね、あのー、一戦一戦、あのー、いい戦いをしていってほしいですしグランパスの勝利が見られるようになってほしいなというところの一心なので,、まああのー、でやっぱり選手がやっぱピッチで体験している選手が一番 ショックは大きいいんだと思います選手も勝ちたいと思ってやっているでしょうからねで、その結果、この逆転負けというのは本当に大きなショックだというふうに思います。まだからこそ、なんていうんでしょうね、あのー、このショッキングな体験を経てね、ね本当にもう昨シーズンまでの成功体験は捨てるんだと。 次のステージに進むんだということをチームでもう一度再確認してほしいなというふうに思いますなのでもうフロントもベンチもピッチもピッチ上もですけれどもね一体となって勇気を持って、あのー、進化変化に向かって進んでほしいなというふうに思いますでまあやっぱり返す返す今日の結果はもう悔しいですしなかなか消化しきることはできないですけれどももう今日のような腰の引けた試合は 最後にしてほしい。もう起きてしまったことはしょうがないので、いかにじゃあ、ここからこれを糧にチームとして成長していくのかということだと思います。ここからなんとかね、取り戻していってほしいというふうに思います。で、まあね、あのー、チーム状況、やっぱり決して良くないので、これからもね、厳しい状況はあるというふうには思います。すべてがうまくいくとは思っていないので。 ただ、それにしても結果が出ないにしてもやっぱり、先ほど言った通りチャレンジしての失敗、追加点奪いにいってちょっとそこで引っかかってカウンター食らっちゃったねの方がまだまだマシ,マシっていう程度ですけれどもね、あのしっかり追加点取って勝ちきってほしいっていうのが理想ですけれども、やっぱりあのそういう姿勢を見せてほしいなというふうに思います。で、まあ今日の試合に関して言うと、昨シーズンまでの考え方だと、 後半45分守りきれなかった失点してしまった2失点もしてしまったっていうところを問題にしたんだと思いますじゃあどうやって失点をしていかないようにしようと前半1点奪ったものをどうやってじゃあリードを最後まで守り45分守りきろうっていう 考え方だったと思うんですけれども今季に関して言うともう前半も含めて追加点を奪えなかったことがを問題にしていくんだというふうに思うのでここは大きく違うんだというふうに思います、あのー。今日の逆転負けが持つ意味っていうのは本当に大きく違うでそれで言うと今日は狙ったサッカーとは全く違うことがピッチ上で起きていたっていうことなのでやっぱり問題は大きいんだというふうに思います。だからこそまああのー なんとかね、あのー、こういう結果を経て、あのー、チャレンジしていくんだという姿勢を見せてほしいなというふうに思います。次戦以降ね、もう本当に常にね、次の得点を狙うんだと、2点取ったら3点目みたいなサッカーを目指すはずの今季なのであの、もうそういうサッカーを見せてほしいですね、恐れずやってほしいですし、まあ、それだけのメンバーはいると思うので、あのー うんそのためのね、今日は本当に大き,大きな大きな代償だということにして、もう次にね、向かっていってほしいなというふうに思います。はいで、次戦なんですが、5月3日の火曜日ですね、ホームに京都を迎えるということです、中4日で次戦が来るというところで、まあ、今日のね、前半、後半をの。 ガラッと変わっってしまった状況を見る限り、戦術的な問題、まあ、戦術的な問題も,もちろんあるとは思うんですけれどもそれよりもやっぱりチームの、まあ、マインドというかメンタルっていうところの問題の方が大きいように見えてしまいます。でまあそれでいうと戦術的な問題っていうのは中4日で解決するっていうのはまあ簡単ではないと思います。戦術を落とし込むっていいうののの、はそそんなな短期間でできないので、で、きまあ、 この先制点奪ってすぐ守りに入ってしまう、得点、スコアが動かなければ積極的にいかないみたいなあの状況っていうのは、まあ、ここ数年ずっと抱えている問題なので、まあ、それこそそれを4日程度で、ね、解決するっていうのは本当に難しいかもしれないですけれども、まあ、ある種気の持ちよというところもあるような気もしますし、そうであってほしいなというふうに思います。だからこそ 今日のようなね、衝撃的な結果が、まあ、ある種ね、荒良治のような形になって、あのー、チーム生まれ変わったような、ね、姿をあの見せてほしいと思います。あのー、次の試合、ね、ゴールデンウィークの真、あのーま、っ只中の試合で多くのファンサポーター,、あのー、スタジアム、トヨタスタジアムに詰めかけることが予想されるのでやっぱりそういった中で。 今日の後半みたいな試合はもう見せられないという風に思います。もう戦う姿勢を見せてほしい。あのー、という風に思いますので、まあ、ホームでね。そういった勇気のあるプレーチャレンジが見られることを期待したいなという風に思います。はい、そんなところで、佐藤のラジオ第486回、今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。